はい、どうも皆様、ゆきおでございます。本日もゆきおとワインをやっていきます。ワインはこちらでございます。はい、よいしょ。はい、これもね、エチケットいいよね。なんかちょっとこういうエチケット好き。カリフォルニアのワインです。以前あの購入品紹介をやった時にもうちょろっと紹介したんだけど、カリフォルニアの3っていう生産者のワインだね、の、オールドバインフィールドブレンド、オールドバインズフィールドブレンドだねっていうワイン名なんだけど、この3っていう生産者は以前ユキオトワインでやってます。結構前なんだけど、あのカリフォルニアワインをなんかバッて6本買ったのかな。でその時の中に1本に入ってて、でそこであの初めて飲んだんだけど、すごく良くて、好きだなと思ったので、またいつか試したいなと思ってて、で今回買ったんですね。でも前買ったのは、オールドバインズジンファンデルっていう、まあ、ジンファンデル主体のワインを買ったんだけど、今回はこのフィールドブレンドっていう、まあ、本当にいろんな、もっと他のブドウをさらにこの、まあ、主体にしてるものはなく色混ぜてるという感じなんだけど、まあ、一応ねカリニアがしちゃうらしいんだけどね、スタイル主体ねっていう、カリニアというブドウが主体らしいんだけど、まあ、基本的には前回買ったのよりは少しあの値段が下がってて、今回は2320円とかで買えたのかな、税抜きで。いいよね、これぐらいで買えるので、ね、品質よかったら最高なんだよね、ほんとマジで。なのでちょっと種類は違うけど同じ3のワインを試してみようかなと思っております。まあ、このね、前回も説明してるんだけど、3っていう名前、まあ、この、まあ、3なんだけどね、一応、天、地、人っていう、まあ、一応、その3つの要素を3っていうふうにつけて、天、地、人っていうふうにしてるっていう、天、地、人っていうふうにしてるじゃないか、3って名前をつけてるらしい、その思いを込めて。で、この、一応、生産者の人は、マット・クラインっていう人で、でマット・クレイン、マット・クレインじゃないっす、マット・クラインさんはあの以前あの一つ前の動画でやってるかな、あのクラインっていう、まあ、ジンファンデルのワインをやったんだけど、そのクラインセラーズっていうところでもともと働いてた人で、で今そのクラインセラーズはそのマットさんのお兄さんが今やってて、もともとクラインは兄弟でやってたんだけど、その兄弟でやったクラインセラーズをちょっとお父さんが離れて作ったのがこの3なんだよね。なのでこれはクラインとも少しつながってる部分があって、まあ、その今作ったこの兄弟のワインみたいな感じになってるので、まあ、面白いなと思って買ってみたのもあります。うん、そしてなんか調べててちょっと見つけたんだけどさ、このマットさん、マットクラインさんは日本にね2年間いたことあったって、1988年から2年間日本にいたことがあって、さらにあのココファームっていうワイナリーがあってね、でココファームっていうワイナリーで2年間働いたらしいのよ。2年も働いてるってすごいよね。でそれがあって、でさらにその2年働いた後にココファームにまたあの来た方っていうのが今北海道でワインを作ってるブルースさんらしくて、なんかそういうなんかつながりあったんだみたいな。ブルース・ガットラープさんという方がね、もともとココファームで働いたんだけど今北海道でワイン作って、もうものすごくいいワインをすごい作ってる素晴らしい方がいらっしゃるんだけどね、そういうつながりがあったみたい、ちょっとびっくり、うん、っていう豆知識も披露しながら言いましょうか。ゆきおとワイン。はい、色合いはかなりしっかりしてるね。でもちょっと紫がかかってるけども、中心はかなり濃いめのお色味でございます。はい、さあいただきましょう。いやね、前も紹介したけどコルクがかっこいいんだよねかっこいいよね。3いいんだよね。さあ、あちなみにね、品種、構成品種はちょっといいですか、見てこれす超細かいの。カリニアンが主体ね、カリニアンっていうのがフランスの南フランスから栽培されているブドウだったんだけど、カリニアン主体で 43.7% カリニアン、 23.5% がマタロ、マタロっていうのはヌルベドロっていうブドウね、フランスでね21.5% がジンファンデル、 6.7% プティシラー、 3.6% アリカンテブーシェ、 1% ブラックマルボアジー。なんだいそれはブラックマルボアジーってなんだい
っていう、まあ、ちょっとそういった構成品種でございますね、うん。まあ、カレリアンが主体でジンファンデルとマタロが同じぐらい 20% ちょい入ってるっていう感じかな、まあ、その3種類が一応主要品種って感じなのかな。はい、いきましょう。あーすごい濃縮してぐっと詰まった果実の感じがあるんだけど、うん、樽の香りもほのかにあって、で上品だね。使うなんか樽のかけ方もそんなにもうバニラバニラしてるとかそういう感じじゃなくて上品だ。やっぱりこの濃い感じのギュッと詰まった果実がいいね。しかも果実がツヤツヤしてる。で樽の香りも相性がいい。すごく、いや、やっぱ綺麗なタイプのワインだな。うん、いいなやっぱ。ちょっとスワリングをシャシャシャっと。ああ、この濃縮感いいね。なんか本当にギュッとね、ちょっと濃いめのフルーツをこう食べるかのようなこの果実の香りがね。うん、ただアルコールもあるよ。この感じ来てるよ、アルコールの感じが。でスパイスもねあるんだよね。甘苦いスパイスもあるんだけど、だから全体のバランスがやっぱすごいいい。これだけブレンドしてるからうまいことやっぱり調整してるんだろうね。すごく、うわ濃いな香り。ちょっとじゃあ飲んでみましょう。いただきます。いやうまいわやっぱりね。3は美味しいね。うん、やっぱりね、もうかなり濃い、少しね、よくジンファンデルに感じるような、まあ、ちょっとレーズンっぽい感じ、うん、まあそのレーズンもすごいドライなレーズンじゃなくて、ちょっと生っぽい感じのレーズンのちょっとみずみずしい感じがまだあるよね。フレッシュな感じの果実のタイプ感じもあるし、ただそこにスパイスの香りが混じって、でタンニンはもうそんなに渋さほとんどないかな。もうすごいまろやかになってる。で樽の香りと相混じってね、すごくこれバランスがいいと思う、うん。ただこうアルコールすごいぞ。多分これまた今若干喉焼けるように通ってったもん。今一口目だったからこれちょっとすごいな。アマローネ、アマローネの方がもっとがっつりしてるけど、イタリアのね、だからそういったとは近いよね。この果実の凝縮感はね、結構、いや、これいいな。これはちょっとやっぱさすがだな。3はすごいね。うん。ジンファンデルもすごい良かったけど、こっちも好きだわ。うん。この果実の凝縮感ね、なんか結構ね、イタリアの方の、フランスでもあるか、生産者にこういった感じの作りする人がいて、まあ、もっとナチュラル寄りのその作り手なんだけど、なんかその香りを一瞬感じたな。うん、まあ、カーゼコリーニっていう、まあ、すごい生産者がいるんだけど、イタリアに一瞬なんかそのままこの凝縮感の感じね、うん、まあ、他はちょっと違うけど、果実が詰まってる感じ、ほんとね、超こうしっかりとしたなんかね、みずみずしい凝縮感なんだよね。だすごい詰まってジャムっぽさまではいかずに、なんかみずみずしい果実の凝縮感っていう、なんかちょっと難しいな、そういう感じの表現があるんだよね。ちょっと伝わるかあれなんだけど、それがすごくそのね、カーゼコリーニのようなねワインに通ずる何かを今感じたんだよな、うん。まあ、ものすごく濃いワインなんだけど、そっちもいやー非常にやっぱいいな。うん、そしてまあ少ししなやかな感じもあるよね。ただ濃縮してるだけじゃない。で香りもすごいちょっと甘やかな香りが出るので、やっぱほんとね、お肉とか食べたくなる、こうなんかちょっとがっつりした感じだね。そう、でちなみにアルコール何パーセントですか。来るんだよ、まだね。 15.2 来てる。 15% これ、前もそうだったよね。前のジンファンデルの時も多分 15.4 とかだったのかな。 すごい度数なんだけど、でも美味しいね。普通はそれだけのアルコール度数したらもうだってアルコール感強くてでもうわってなっちゃうけど、まあ、果実の感じもあるし、まあ、バランスも取れてるからなのかな。うん、
美味しいよ、すごく美味しい。俺好きだな、この生産者、ほんと、アルコール感あるね。あ、でもなんか濃縮してるけど、なんかしなやかな感じとか、ちょっとピュアな感じは、すごい、この生産者ってブドウの木が古い、樹齢がすごい高い、木を使ってるから、だから100年超えとかもあるらしくて、この価格帯なのにね、すごいなと思って。しかも自根っていうね、自根っていうのはもともと自らの根って書いて自根なんだけど、その昔は病気というかね、アブラムシのがすごい大量発生しちゃって、フィロキセラっていうのがね、でその虫によって木が食べられちゃっても全然木が育たなくなっちゃったっていうことがもうあって、で何だか世界中の6、7割ぐらいのブドウの木とかがもう完全にダメになって、植え替えたりしないといけなくなって、その時にもうフィロキセラが来ちゃうから、その耐性を取るために大木と上の木をちょっと別で、そのフィロキセラに強い木の根っこ大木と、それに他のブドウの品種の木をちょっとくっつけて、でそれで栽培すると、フィロキセラに耐性がついてやられないということが分かって、その今ねほとんどそのやり方なのよ、ブドウの木って前のね。でももともとそのこの接ぎ木をしないで自らの木だけのまま残ってるところも中にはあって、この地域はその木が残ってるらしいのよ、自根の木がね。なのでそういったなんか昔からある木のパワーというか、そういうのがここにギュッと詰まってるのかなっていう感じね。そう、場所はね、この少し内陸に入った、内陸ってどこの内陸だって話だよね。カリフォルニアのサンフランシスコのから少しまた内陸に入った方にコントラコスタっていう地域があって、そのコントラコスタで作ってるワインなんだよね。そういったやっぱなんかその力強さってあるのかもね。いい2000円台中盤でしょ、いいと思う。全然本当に濃厚系が好きな方はこのぐらいの価格で買える品質としてはすごい、もうトップクラスじゃないかな、あんま分かんないけど、もっと他にいろんなのがあるだろうけど、俺が知ってる中ではこれすごいいいと思う、2000代中盤だったらね。うまいよね、うまいと思う。結構飲めちゃうんだよね、アルコール高いけどね。これ気をつけないといけないパターン、ほんと 14.5 を超えてきたらもうね、クイクイ飲んじゃいけないよね。でも美味しいから飲んじゃうんだけどね。食事と合わせたら本当にもっとグイグイいっちゃいそう。美味しい、いや本当大好きです、この3のワイン。よかった。なんかもっとね、上のクラスもあるんだよね。で上のクラスだって5000円ぐらいしないと思うんだけど、それも飲んでみたいな。まあ、また G1 でも飲みたいけどね、っていう感じでございますかね。っていうのは何か言ったかな今。はい、ということで本日は、アメリカカリフォルニアのコントラコスタという地域の生産者3の、オールドバインズフィールドブレンド、オールドバインズフィールドブレンド2016年でした。ヴィンテージも多分最後言っちゃった、ごめん。2016年だわ。はい、2016ね。はい、ドゥエミラ聖日ね。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。ゆうきよでございました。それでは皆様、じゃあね、バイバイバイ。